ト佐の海ミトシ九1972年2月16日体は、高知県秋市出身で、伊勢の海部屋に所属した、元大相撲力士。現在は、年寄り、立川。特異種は月をし、右四つ上手投げで、最高位は、東関分け。秋市立秋中学校、高知高校、同志社大学小学部卒業。趣味は、映画鑑賞。愛称は、年を。 好物は、ケーキ、星座は、水瓶座、血液型は、B 型、えとは寝し漁師の長男に生まれる。小学校の低学年の時は、野球少年だったが、高学年より相撲に転校する。野球部で玉拾いばかりだったが、相撲部のコーチから、大きい体をしているなぁ。相撲ならすぐに試合に出られるぞ。と言われ、翌日には回しをつけていた。中学。 高校と徐々に頭角を表し、同志社大学ズモ部ブ時代は1年生からレギュラーとなった。1992年から西日本体重別115キロ以上級、全日本体重別115キロ以上級で2年連続で優勝。同年、大学実業団体校でも優勝。大学では歴代6位の通算15個のタイトルを獲得し、東のオソ、西の山本と並び称され、 高校、大学時代を通じて良きライバルであった。真面目で温厚な人柄だが、学生時代には、主審の判定への不服から、タオルを投げるパフォーマンスを演じたこともある。また、学生時代は本来は押し相撲であるが、隠した相手には、取りこぼしを防ぐために安全策として4つ相撲で、勝負することもあった。学生時代には、数々のタイトルを獲得し、 成り物入りで名門部屋である伊勢の海部屋に入門し、1994年3月場所に幕下付け出で初土俵。ちなみに四湖名の土佐の海は師匠の伊勢の海親方が命名したもので、土佐の太平洋のように大きな存在となれという願いがあった。プロ入り当時から将来の横綱と注目され、期待に違わず出世。負け越し知らずで1995年7月場所に、 西前頭7枚目で新入幕。新入幕での前頭7枚目という地位は、戦後2番目の大躍進である。日本相撲協会の期待の現れから、新入幕の初日にいきなり大関若の花、二日目は横綱高の花と対戦した。新入幕の場所で横綱と対戦した力士は、戦後では土佐の海を含め過去4人だけである。この場所では勝敗に終わり。 初土俵以来初の負け越しとなった。しかし、翌、9月場所では、大関、高野波を破るなどの活躍で11勝4敗の成績を収め、入幕2場所目にして、関東賞を受賞した。西前頭筆頭まで躍進し、本格的な幕内上位進出となった翌、11月場所では、明けの、高野花の両横綱を立て続けに破るダブル金星で9勝を挙げ、 主君賞と技能賞を受賞。翌場所の1996年1月場所に新小結びとなり、この場所も勝ち越し。その後も1997年1月場所で、二横綱一大関に勝ち2回目のダブル金星で、主君賞。さらに1997年5月場所に、親戚分けで10勝を挙げるとともに、同年は4場所連続で三役に在位するなどして、 大関候補の一人と目されるようになった。1998年は平幕で低迷していたが、球場明けの東前頭9枚目で迎えた、11月場所22勝3敗の成績を残し、この場所を制したこと2式と平幕同士での、デッドヒートを繰り広げた。この11月場所から翌1999年、5月場所にかけては4場所連続。 合計6個の金星という史上初かつ現在も歴代最高となる記録を樹立。特に1999年3月場所と5月場所は2場所を連続ダブル、金星であった。7月場所からは3役に復帰して11勝を挙げると、共に高野花に勝利したことで5場所連続での横綱戦勝利という史上2位の記録を達成。西関分けで迎えた9月場所は惜しくも1点。 負け越したが、西小結びに下がった翌、11月場所には、初日から3日、連続大関に勝ち6連勝し、横綱、武蔵丸にも勝って、優勝争いにも加わる活躍で10勝を挙げた。以後2000年、7月場所まで7場所連続で3役に在位し、さらに上を期待されるも、この間に5場所連続で、小結び在位を記録するなど、番付運の悪さに泣かされた。 2001年は平幕で低迷したが、2002年7月場所から再び三役に復帰。西小結の地位で10勝5敗の成績を残し、この場所を制した千代大会に唯一の黒星をつけるとともに、千秋楽で自身の勝敗にかかわらず、千代大会の優勝が決定するという他力型の条件を満たす形で、関東賞も受賞したその後も三役常連として、 存在感を示し続けたが、上位に強いものの隠した相手への取りこぼしも多いなど、安定感に欠けるのは変わらず、結局大関昇進は果たせなかった。2003年11月場所では、横綱武蔵丸に引退の引導を渡す通算11個目の金星を上げたり優勝した土地あずまに勝つなどの活躍で2桁勝利を記録し、翌2004年1月場所を東関分けで迎えるが、 この場所から3場所連続で負け越し、7月場所には、自身初めて前頭2桁台まで番付を落としてしまった。しかしその場所では11番勝って、格の違いを見せつけた。同年12月25日には、年寄り名席、立川を取得した。その後少しずつ番付を戻し、2005年3月場所、庭に大関を破るなどの活躍で、10勝5敗の、 高成績を挙げ、5月場所は、関分けに復帰した。33歳での関分け復帰は平成に入って、初めての記録であり、33歳3ヶ月の関分けは、歴代10位の年長記録であった。だがその後は一転して、負けが込み、西関分けだった5月場所から2006年1月場所に、かけて5場所を連続負け越した。2005年は、年間37勝53敗と、 その年の幕内力士の中で年間最多敗となってしまう。特に2006年1月場所では東前頭14枚目で5勝10敗と負け越してしまい、翌3月場所では11年ぶりに0両に陥落した。関脇復帰からわずか5場所での陥落であり、衰えが顕著になっていた。かつての実績や年齢から引退の可能性を指摘する向きもあったが、 一月場所千秋楽を終えた時点で、三月場所二十両に落ちても、現役を続行することを明言した。翌、三月場所では西十両筆頭で9勝6敗と、勝ち越して五月場所での帰り入幕を果たした。その五月場所では、2005年三月場所以来七、場所ぶりの幕内での勝ち越しを決めた。以後は幕内中、回と十両の往復を繰り返す状況が続き、 2008年、9月場所までに4度の重量陥落を経験したが、いずれも、翌場所は勝ち越し、1場所で幕内に復帰した。しかし、2009年3月場所に、東前頭15枚目で4勝11敗と大敗し、翌、5月場所に5度目の重量陥落を経験してからは重量が定位置となっていった。2010年7月場所で8勝7敗と勝ち越し、翌、 9月場所で9場所ぶりに5度目の再入幕を果たす。この場所は西十量7枚目ながらも、大相撲野球と爆問題による幕打ちからの大量降格により、異例の番付アップとなった。38歳6ヶ月での幕打ち復帰は、寺尾の38歳0ヶ月を超え、昭和以降では当時歴代1位となる最年長記録であった。だが、その場所では、 西前頭16枚目で2勝13敗と大きく、負け越したためよく11月場所では10両に陥落した。続く2010年11月場所では東10両8枚目で4勝11敗と大きく負け越し、自場所での幕下陥落が確定的となった。そこで場所後の2010年12月15日に体力の限界を理由に現役引退を表明した。引退相撲は、 当初は2011年5月場所後に予定していたが、大相撲やお帳問題の煽りを受けて延期せざるを得ず、2012年2月4日に開催した。通算金星11個は歴代4位、三勝受賞13回は同七位体の記録である。現役引退後は、年寄り立川を襲名して伊勢の海部屋で更新の指導に当たっている。相撲協会の業務では、 引退して間もない時期に発生した八百町問題の再発防止策を協議するための大相撲申請委員会に新米親方ながら所属し、その後は巡業部に所属した。2014年4月3日付の職務文書で主任に昇格し、審判部へ移動した。2016年3月30日付の職務文書で委、e、員に昇格した。前世紀は、 立ち合いの馬力と突き押しを武器に、三役、幕内上位に定着して活躍。海王、武双山と共に、五三家と称され、大関候補と目された時期もあった。前世紀の立ち合いの馬力は幕内で十二を争う、威力は誇り、立ち合いでの頭からの強烈な当たりから突き押しに転じ、再度頭からぶちかます取り口である。しかし、腰高で上半身に比べ、下半身が脆く。 畑きや引き技に屈して、前に落ちる赤壁によって負けるケースも多かった。土俵際まで追い詰めておきながら、捨て身の叩きや突き落としに屈することもしばしば見受けられた。ベテランの息に入ってからは馬力、足腰の衰えが顕著で、自分より軽い相手でも容易に押せない展開になることが増えたり、自らが引き技に出る展開が増えた。副次的な手段として、右四つで相撲を取ったり、 頭をつけて食い下がることもあったが、基本的には愚直に押す相撲を貫いていた。入幕当初は、金星の取れた体つきであり、動き勝つ相撲が多かったが、2年ほど経過した頃には2 0ラム増量して、足腰に対して上半身の大きさが目立つようになり、筋力は真下が月押しか、叩きという大味な相撲に傾いた。ありがとうございます。